はい、どうも。前回は平均身長165センチ以下のベストイレブンをやりましたが、今回は平均身長185センチ以上のベストイレブンです。これも一応前提を設けまして、ゴールキーパーとセンターバックは190センチ以上で、179以下はなしということで選手を選んできました。ゴールキーパーは浦和ユースの川崎です。最近は大型が進んでいて、まあ、190以上の、ね、ゴールキーパー結構たくさんいたんですが、その中で川崎が一番だと思います。センターバックはほぼ無名ながら J2 松本内定した高崎経済大学附属高校の二宮と、来年トップデビューもあり得る大輝、高2の川崎アンダー18の高井ですね。チェイス・アンリーはね、身長が足らなかったですね、はい、で国見高校の山田も注目のセンターバックです。サイドバックは右にもともとセンターバックだった攻撃力抜群で大宮アンダー18の抜き、第一期で帝京の入江を入れました。サイドバックは170代後半は結構いたんですが、数少ない180センチ台のサイドバックが高校屈指の逸材だったので良かったです。ボランチはうまさと高さで攻守に抜群の存在感を放つ仙台育英の10番島野は選手権でも要注目ですね。もう一人は名古屋アンダー18の加藤源です。守備力はもちろん、ボールを余裕で運べるし、パスセンスも高い逸材です。他にも大津の技巧派薬師田やアンダー20代表でトップ昇格も内定している名古屋アンダー18の吉田とかもいて迷いましたね。サイドハーフは静岡学園の松永と有形大柏の川端です。2人とも身長がありながら高校屈指のテクニシャンで、ドリブラー、ゴールも取れる逸材ですね。他に180センチ以上のサイドハーフで全国レベルの選手を思いつきませんでした。あ、ちなみに松永はね、179って書いてるメディアもある。フォワードは真っ先に日本文理のアイザー・ピーター・コーミーじゃなくて弟のデイビッドを選びました。ヘディングもそうで、非常にスケール感あふれる将来有望な逸材ですね。大津のエースストライカー小林も非常に期待です。東福岡を圧倒していた希望が丘高校のジョップ・セリンサリューセリサリュー言いづらいもいますが、はい、こんな感じのベストイレブンになりましたが、結構ね、長身選手が多くて無理なく選べましたね。リアルにこれがアンダー18代表でもいけるくらい、日本サッカーも長身選手が増えましたね。ちなみにこのベストイレブンは平均身長185を軽く超えて平均 186.7 センチになりましたね。はい、ここからおまけですが、今回のこのチーム185と前回発表したチーム165がもし対決してみたらどっちが勝つか考えてみました。私の妄想ですが、4対1でチーム185が勝つと思いますね。ボールはチーム165が結構回してくると思いますが、さすがにこれだけ20センチ以上も体格差があると、フィジカル特に空中戦でかなりしんどいと思いますね。しかも足元の技術やキック精度、まあ入江とかね、キック精度も高い選手が多くて、特に川端や松永といった高校屈指のドリブラーがどんどん仕掛けてクロス、あるいは獲得したセットプレーからね、大男たちがね豪快に頭で叩き込むという、そういう絵がね浮かんできますね。はい、はい、今回はこんな感じです。意見がもしもあればどんどんコメントにお願いします。では